高橋忠信は日本の薬学者、学位は博士、静岡県立大学薬学部准教授、大学院薬学研究院准教授、静岡県立大学薬学部講師などを歴任した。静岡県立大学に進学し、薬学部の薬学科にて薬学を学んだ。1999年3月に静岡県立大学を卒業すると、そのまま、 同大学の大学院に進学した。大学院では薬学研究科の薬学専攻にて学んだ。2001年3月、静岡県立大学にて大学院の博士前期課程を修了した。2004年3月には静岡県立大学にて大学院の博士後期課程を修了した。それに伴い、静岡県立大学より博士の学位を取得した。 大学院修了後は2004年4月より独立行政法人である科学技術振興機構の博士研究員となった戦略的創造研究推進事業の研究領域の一つである当査の生物機能の解明と利用技術として採択されたウイルス感染における当査機能の解明と創薬への応用の研究に参画することになり 薬学者の鈴木康夫の下で研究に従事した。具体的には、インフルエンザウイルスやパラインフルエンザウイルスについて、その感染における倒査の果たす役割についての研究を担当した。2006年4月、母校である静岡県立大学に採用され、薬学部の助手に就任した。なお、静岡県立大学の大学院では、薬学研究科の助手を兼務することになった。 2007年4月、学校教育法の改正に伴い、静岡県立大学の薬学部にて、助教に就任した。なお、静岡県立大学の大学院においても、引き続き薬学研究科の助教を兼務した。また、2010年4月からは、アメリカ合衆国のウィスコンシン大学にて、獣医学部に設置されているインフルエンザ研究所の客員研究員となった。 2011年4月からは、静岡県立大学にて薬学部の助教に復帰した。また、静岡県立大学の大学院においても、薬学研究科の助教に復帰した。2012年4月、薬学研究科と生活健康科学研究科が統合され、2研究院1学部に再編された。それに伴い、新設された薬学研究院においても、 助教を兼務することとなった。2013年4月、静岡県立大学の薬学部にて、講師に承認した。なお、静岡県立大学の大学院においても、薬学研究院にて講師を兼務することとなった。薬学部においては、主として薬学科の講義を担当し、薬学者の鈴木隆史らと共に生科学分野を受け持った。大学院においては、主として、 薬食生命科学総合学府の講義を担当し、鈴木隆史らと共に生科学教室を受け持った。専門は薬学であり、特に生科学、倒査生物学、ウイルス学、分子生物学などの分野と関わりの深い研究に従事している。具体的にはウイルスと倒査にまつわる研究が多い。ウイルス表面の糖タンパク質での糖査の機能についての研究や、 ウイルスが感染、増殖する際の宿主細胞の応答と複合糖質の機能についての研究に取り組んでいる。その他、細胞表面における糖砂分子の発現や糖砂国に基づく抗ウイルス剤やウイルス検出剤の開発にも取り組んでいる。これらの業績が評価され、2004年の日米合同糖質科学会議にて日本糖質学会から 日本糖質学会ポスター賞を授与された。また、2014年には日本糖質学会奨励賞を授与されている。その他、2013年には日本薬学会東海支部学術奨励賞を受賞している。2015年には東京バイオマーカーイノベーション技術研究組合から扉奨励賞を授与された。2015年3月には 静岡県立大学学長表彰を受けた。学術団体としては、日本薬学会、日本性科学会、日本糖質学会、日本ウイルス学会などに所属している。なお、日本性科学会においては、2011年10月から2013年9月にかけて、中部支部会の幹事を務めた。静岡女子薬学校、静岡女子薬学専門学校、 静岡薬学専門学校、静岡薬科大学、静岡県立大学薬学部、大学院に薬学研究科の卒業生などで構成する製薬学誘拐では理事を務めていた。ありがとうございます。